不安去年前回大会よりも不安になってるのは、まあ、ちょっと年齢的なところで吉田麻也と、あとは絶対的な選手見つからなかったフォワードのところですよね。あと、キーパーもそうなのかな。うん、でも各、各ポジションごとのレベルアップはね、右だったら伊藤陣、左だったら三笘いて、真ん中は鎌田いて、ね、久保もその2列目のドッカン使えたり、堂安とか。で、ボランチはね、森田でも。 まあ遠藤渡る時期に森田でも田中碧でも前回よりもね、できること多くなってるじゃないですか。で、冨安がいなかったし、前回は。本当に、ある意味、まあ、選手がレベル上がった選、あの各ポジションレベル上がった部分が多いだけで、うん、チームとしては別に何のあれもないんですけど、まあ、結果積み上げがあったという風に思っていいのかもう監督の能力は1ミリもないけど、ただ相手のレベルもやばくなってるという、そうだね。 前回はね、前回、コロンビア、セネガル、あと、あれね、ポーランドだったけど、今回はね、日本が攻略的ァイ5バック使うコスタリカと、まあ、前回よりもチームとして組織力があって、個々人のタレントもあるっていう、まあ、ドイツとスペインですもんね。